スメロディーの曲をですね、これから書いてもらえないかなと。これから書くんだ。ほうほうほう。もっといい音、カフェオレベル。カフェオンでーす。アンデでーす。カフェオンくん、今日はどうしたの？アンデさん、シュクメロディって知ってますか？あ、シュクメル知ってる。クリームシチューみたいなやつで、最近松屋で発売された去年の松屋の復刻してほしいメニューランキングで1位になったシュグメロリですよね。おー、アンネさん詳しいですね。知っています。カフェオンは機械だから食べられなくて、うんうん、あ、そうか。ツイッターで知ったんですけど、うんうんうん、アンネさんもそのシュグメロリ食べました？あ、シュグメロリまだ食べてなくて、すごい食べたいなと思いつつもまだ食べてない状態です。おー、うん、ちょうどよかった。え、カフェオンの隣に置いてあるの、あ、なんでしょう。シュクメロリだ。原さんにウーバーイーツで頼んでもらったんですよ。そうなんだ、ありがとう。うまい感じしようかなやったんですけど、これもう食べていいの？いい、どうぞどうぞ。おー、シュクメロリです。やったカフェオンくん、いただきます。どうぞどうぞ。やった本当に私これ食べたことないから。あ、めっちゃ美味しそう。なんかチキンと、あ、さつまいもと、あと、なんか上にチーズがかかっていますね。あ、すごい、本当に。カフェオンも人間に生まれ変わったらシュクメロリは最初に食べたいな。あ、かわいそうや。カフェオンくん、ほなちょっといただきます。すごい、うん、ってないですね。カフェオン君、これ本当に美味しくて、なんか私今まで松屋のいろいろメニューは結構食べてきたんですけども、確かに歴代の中でこれは本当に私の中でも1、2を争うぐらい美味しいですね。チキンがゴロッとしてるし柔らかくて、ニンニクが割とニンニクのクリームソース、ニンニクはちょっと強い感じするんですか？そう、結構ニンニクが、ニンニクを世界一美味しく食べられるメニューみたいな、なんかキャッチコピーが松屋が言ってて、アンネさん、それでですね、食べながら聞いてもらっていいんですけど、歌で、音楽でシュクメロリの味を体験してみたいというか。おお、なるほど、うん、シュクメロリの曲をですね、これから書いてもらえないかなと思って。お、これから書くんだ。ほうほうほう。で、今夜の8時なんですけど、ちょっと9時からね、歌ブックのお客さんちょっと来ちゃうので、この1時間で、アンコールスぐらいでいいんですけど、カフェオンのために書いてくれないかなと思って。1時間でできるか分かんないけど、でもちょっとやってみます。本当ですか？やった。まず私が作詞するときにやってることでもあるんですが、ちょっとその情報インプットをしたいので、ちょっとシュクメロリについてウィキペディアで調べました。シュクメロリ、あるいはチュクメルリは、鶏肉をガーリックソースで煮込んだ伝統的なジョージア料理の一つである。鶏肉、ニンニク、そしてお好みで牛乳が主な食材である。もともとジョージア国内の各地では鶏肉とガーリックソースを使った料理が古くから作られており、土鍋で煮たり焼いたりする形で調理されていた。後に牛乳がこの料理に加えられるようになり、それがラチャ地方の鬼地区にあるシュクメリ村に伝わった。シュクメルリという名前はこのシュクメリ村に由来するっていうことですね。日本における展開、2019年12月に牛丼チェーンの松屋がシュクメロリ鍋定食として一部店舗限定で試験販売を行ったところ、ツイッターを中心に大きな話題となり、日本における知名度を高めることとなった。で、松屋では具材にさつまいもが追加されており、飯と一緒に提供された。
まあ、それでなのでさつまいもが追加されてるっていうのは日本のオリジナルだよっていうことなんですね。うん、というわけで、まあ、この今の情報をいくつか入れて、作ろうかと思っていまして、シュクメルリっていうその響きがすごく可愛いから、これをその連呼したいというか、まあ、何回も繰り返したいなと思っていて、はいはいはい、でもシュクメルリってこう聞いた時になんとなくそのこう浮かんだのが、はい、シュクメルリシュクメルリシュクメルリっていう、クリーミーな感じのメロディーになんとなくしたいなと思って、でちょっとなんかまあゆったりしてまったりしてるような感じを入れてみました。それがサビになるんですよね。うん、そうですね、これが今サビで、でこっからまあ派生させて A メロとか B メロとか作っていこうかなと思っていて、キーが決まりました。キーが E のキーなの で、はいはいはい、で今ちょっと簡単にコードはちょっとつけてみたので、ちょっとじゃあ声歌ってみます。シュクメルリシュクメルリシュクメルリっていう感じですね。かわいい、なんか味の素の CM とかなんかそういうのに使われてそうなサビですね。味の素、ちょっと似てるよ。すごい。そう、それでまあこっから派生させて、で A メロをまあ同じコード進行に例えばすると、でここにまあ要はそのシュクメルリとはどういう料理やねんというのをちょっと入れたくて、まあ松屋曰くニンニクを世界一おいしく食べる料理ということなので、ニンニクっていうのは入れたいんですが、ただこうニンニクってしちゃうとちょっとなんかなんだよ、男らしいというか、ちょっと確かに今までのここまでのなんか可愛い感じとちょっと違う感じになりましたね。そうなんですよ。だからそれをなんかまあガーリックっていう言い方にしたら可愛いと思って、まあガーリックが効いててクリームソースがあって、であとはまあ具材かチキンとか、あとまあ一応これは日本風シュクメルリの歌ということで、まあ一応さつまいもも入れたいってなると、ガーリックが効いてるクリームソース、ことこと煮込んだチキンとお芋っていうので、まあ煮込んだ、あとことこととかね、可愛いかなと思って、で B メロがちょっと盛り上がりたいと思っていまして、でさっきのその国を入れたいと思っていまして、ジョージア生まれの料理だよ。あ、それであと私が入れたいこととしては、ちょっと最初にシュクメルリっていう言葉を知った時に魔法っぽいなという、なんか呪文っぽいなって思って、そうで、シュクメルリはなんか攻撃っていうよりはちょっとこう回復魔法っぽい優しい響きなので、回復魔法みたいな名前っていう B メロですね。テンポは今じゃあなんかどうしようかな。今ちなみにカフェは機械なんで、ハネさんが弾いているテンポがどれくらいなのかっていうのは数値化できるんですよ。すごい。シュクメルリありがとうございます。大体116テンポくらいですね。そうですね。シュクメルリ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 、ガーリックが効いてるクリームソース、ことこと煮込んだチキンとお芋、ジョージア
素敵な感じになりましたね。いやなんとかできてよかったです。すごい。なんでさん、これで、はい、この曲は完成っていう感じなんですか？あ、いや全然完成じゃなくて、もうこれはもう本当にザ・デモって感じで、なんでこれはちょっともうロギーさんあたりに、あのコードマニアと、そうですね、いつも J-POP ピアノカバーとかでいつもロギーさんが編曲をして弾いてくれているんですが、関連とかですね。私もたまになる関連ですね。それで、まあ、ロギーさんに、編曲してもらって、で最終私が最後のちゃんとした本歌入れ、本当の歌を入れるっていうのをして、じゃあというわけで次回、はい、編曲編です。ではでは、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。